ここ一番藤宮が怪しい位置だと思うので、僕の太鼓を上げなきゃいけないかなと思ってるので、うんうん、今回俺を疑ってくるところからも、まあ、俺以外を洗おうとしてないから。釣られないの。ちょっとクルメイト。確かにキルクールが溜まりやすいっちゅうことは、その分キルも取りやすいっていうことだからね。キルペは要警戒やな。おはようございます。はい、ボタン。はい、ナイスです。結構考えること増えるっすね、配線変わるだけで。お決まりのルートが使えないっていうのがでかいですね。うん。初手はダウンロードでええかな。ネロタカだ。エレキニアンのちょっとだるいな。ネロタカ。配線どこだこれ。初手エレキは死ねますね。257個ネロ青の早えな。ボタン、ナイスボタン。はい、エボ停電直しました。ナイス、素晴らしい。よき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 。配線はラウンジね。まあエレキのレバータスクもしたい気持ちあるが、ラウンジならアーカイブら辺に分けたら速攻でいこう。ガミ7個、まあゴミ捨てもやっとこう。次どこ行った？シャワーか。ガミナナだけかな。早いし、いいボタン。キルされるんだ。アルマはね、ポチタスクで一緒になってる。そうですね。これでは一緒になった。エレクトリカルポチタスクで、ポチタスクに、いて、でそこからアルマは多分メインホール側に行ってると思う。セキュカメインホール側で、プテアチさんがバイタルの方に来てるから、実施点で扉の閉まってるから、開けてるんだったら扉を開けたのは僕とガミさんです。まあどちらかというとプテさんは無理かな、はい、ガミさんも一緒にいるんだったら無理、うん、あ、プテさんがバイタルの方から来てる、うん、最後ら辺もエレキ内にいましたよ。最後ら辺もプテさんと見合ってるので、メイン行ってるならプテさん無理ですね。一応ガミがシェリフで、今キルクール開けた瞬間ぐらいにもうボタンだったんで、本当にド直近だと思います。そうよね、そうよね、35秒以内くらいかなと思ってたから、はい、じゃあ逆に言えばお互いに死人取ってるところは大丈夫ってことで、うん、いますほか。そうなると梅健さんとガミさんに白掘ってるね。梅ガミプテが今のとこ白、そしたら貨物で停電直してる俺も白になるんじゃないか。あ、うん、無理じゃないですか、まあ、直したのがアルマじゃない。エレキからメインって言ってんなら、多分アルマはね直せない、うん、メインからだもんね、うん、メインからメインからバイタル側に来てないのも間違いないのでアルマさん、うん、あ、そうです白です、はい、田中さん白いんで、高田さんもボタンだから厳しい、うん、はい、ネロタカはミーティングです。ネロタカ無理。サントスコックピットです。シャクロスが今コミュニケーション廊下のドアを開けて停電直ったからエンジンに戻ろうとしたぐらいで終わってます。ジミアは、ナナコさんとガミさんとアーカイブ脇で、最後はアーカイブです。多分扉が下閉まってるんで、まあ、下れないっていうのと、まあ、メイン右も閉まってればなおいいかなっていう感じですけど。プテさんってコミュ通路に入った時のドア状況って言えますか？コミュ通路？あ、だからエンジンからコミュに入ったんですよね。入ってない。ピカ、これピカさん、ピカさん、プテさん。あ、ごめんなさい。ドア状況ね、武器上のドアを開けたはずなのと、エンジン右のドアが開いてるはず。あ、じゃあ、合ってます。うん、いそう、うん、いそう、ドア情報的に。魚さん、あれどうぞ。
さかなさん勝ちやったってどこ行きました？あ、俺はね、ガチャガチャタスクをやろうと思って、で、戻って、ポチタスク終わった後にね。で、アルマがそっから見えなくなってるから、多分石化メインホール側に行ってるんだろうっていう予想。あれ、最後も。僕はアーカイブです。アーカイブ下が閉まってるはず。うん、まあ、フジピカサントスの3択で一応高田ネロのラインもありけりと。メイン右空いてるか、残念だ。まあ3択やな。誰かアーカイブの下の扉開けたん？まあ、ピカトスだったピカさんの方がメイン側には近いから、シンプルに怪しさはピカさんの方があるね。で、端と端ごですれ違う。ピカトス落ちんの？これはこうなったら初手切る。藤宮支店がラインで高田ネロか魚さんしかないかな、どっちか。僕はエレキです。停電チップテッドする。ボタン押してたの間違いない。俺ボタンだよ。うん、うんうん、まあだから高田さんが強靭でネロちゃんをかばってるとか。ちなみにサントスさんは死人があって、エレキで見たね。これエレキ通ってるけど見てない。サントスさん、ああ下行ってんだ。そうそう、僕がぐるぐるタスクやった時にサントさんいました。これがガチャガチャタスクやってる、初動でガチャガチャタスクやってる時にネロプテと一緒に降りて、その時にサントさん見てた。今回魚さんの白を出せる方います。ここ一番藤宮が怪しい位置だと思うので、僕の対抗を上げなきゃいけないかなと思ってるので、うんうんうん、あでも初手切るだったら自視点藤宮ほぼ確だ。いやだから僕視点で、だから魚さんの白を出せる人を他視点から。あ、いないと思うよ。初日この2キルも多分出せないと思うし、サントさんが死んじゃってるから。これネロちゃんってレポートだっけ？いや、ボタン。ボタンか。ネロちゃんはね、一応アーカイブの右から多分入ってきて、停電中下まで来て、ヌーン乗って上に上がってるから、キルできないんかな。まあ、今日藤坂どっちか釣りはいいんだけど、藤宮って最終地点どこ？最終石油でカメラを一瞬見て、エンジンとミーティング配線に誰もいないのを確認して終わり。僕ね、サントスさんバイタルの方に行ってるんじゃないかと思っていて、で藤宮とはしごのとこですれ違っているから、藤宮やってるかなって思ってました。そうなると初手がエレキ組で魚プテとかのラインが濃厚になってます。藤宮視点ではんラインないですよ。魚さんと僕はプテ、いや魚プテ梅剣とかで見合ってるって言ってたでしょ。いや、ガミさんのシェリフがプテ梅ガミで見合ってるんで、そうそうそう。じゃあまあ基本はまあ魚さんでいいけど、そうね、単品だね。まあ、魚さんか、まあ、プテが今回俺を疑ってくるところからもまあシンプルに。まあエレキで見ていて、藤山とすれ違ってるから。まだ俺以外を洗おうとしてないから。まあ、魚さん最終位置は？あ、俺メインホール上がってる。ガチャガチャタスク終わらした後にメインホール上がってるっていう状況。というかエレキで見てんだとプテ自体が容疑者だから。あ、そうだね。もちろんそれはそうです。あんまって感じになっちゃう。まあ、僕から釣った場合はガミさんが何が何でも魚さんを切るか、まあ。サボ頑張ってくださいって感じ、うん、僕は魚さんに投票しますが、あ、愛知だけ決めてもらっていい？俺が釣られた場合で魚さんから行きたいです。 OK です。ああ、だから配置をしっかりとコミュ行きます。で配置して右行きます。は、配置して左行きます。ボタン行きます。左行きます。コミュスタボ誰？あ、ガミが行く。あ、自分行きます。ガミさん、あ、ガミ右行きますって言った。釣られないの。まあでも魚さんから釣られたんならまあいいかな。耐えたね。左七子右神。はい、ナイス。一応ローラーはしたいかなと、うん、まあでもその場合タスクがほぼ無理なので、僕はまあまだ7個残ってるから皆さんも多分きついと思うので、
まあ釣り切りできるのかどうかだけど、釣り切り進行しか無理やな。ちなみにさっきのターン、あの一番停電直したのはどなたですか？阿部健です。阿部健さんか、うん、了解です。一番右が上がったね、一番最後。はい、はい。で一応あの僕が魚さんから釣りたかったのは、あのさっきのターン停電入ったんですけど、停電入ってキルクール開けた段階で藤宮ガミで除染にいて、で切らずに藤宮さんが出てったから、まあ魚さんの方が黒くは見えてるっていうぐらいで、初手でアーカイブの扉を確認してる人がいたら多分僕も無理ってなるんですけど、まあまあ、ただ白角ではないので一応ローラーはして、もう一度その場合したいかなっていう感じで。あ、そしたら僕の容疑を話しておきたいんですけど、時間使ってもいいですか？はい。証拠、こう宿舎右のドアって今開いた人見てないですかね？閉まってたと思うんですけど。見てない。見てないか。じゃあ僕が、脱んで右が左に渡った段階では、閉まっていて、でそのままミーティング上がって誰でも会ってないという状態なんですね。宿舎右は閉まってました。僕が脱んで停電直すのに右行くときに閉まってましたね、その前に左見たら。ああ、それはでもあれですよね。そのあでも一応今奈々子さんと湧いて多分下も閉まってたし、うん、うん、入れるとこないで停電になる直前にガミさんとあと高田さんとシャワーの奥の方で会ってるので、僕が切るとしたらもうアーカイブになるかなと思います、はい、というとこだけ主張しておきます。まあほぼプテハシ黒で高田さんはめっちゃ白いと、初手の切るされるんだっていうのがまあ人外からの発言とは思えなかったので、高野さんと藤宮さんってサントスさんの容疑ですよね、一応。まあ、初手切ると、まあ、サントスピカ見てないから分かんないけど。シカクロスさんは場所の想定もつかない感じですかね。初手でエンジンから右、あ、ごめん、あの、一回コメサボの前まで来て、引き返してエンジンから右の方に向かっていってるので、メインかミーティングの方向かったか分かんないけど、そのあたりに見ました。2キルめっちゃ危ないと思うんで。藤宮はサントスさんを切ったと思っちゃってたから、まあ、疑われちゃうのはしょうがないと思う。今回はローラーでいいんですね。はい、ローラで、うん、基本釣り切りで、まあ筆釣った後に筆がマットだったらまあどっかって思ってます、うん、僕は。右行きます。コミ行きます。巻きや、キルペがすげえな、ね、まさかスピーカーが落ちると思うな。ありがたかった、私は。そうですね、容疑者だから。なんなら、藤宮さんとのローラーでもいいんじゃないかなと。うん、まあそうっすよね。そこの3択だと僕も思ってたんで。え？だけど、だいぶ面白かった。はい、いやいや。ペットボトル落としただけです。あら。ガミさんが僕のこと切ったかな。エンジンで僕が上上がってるときにいきなり光って上行っても死体がなかったから、で引き返したらガミさんの死体があったんですよ。だからエンジンで僕のことをガミさんが切ってます。エンジン真ん中ぐらいかな。うん、なんですけど、まあ、ナナコさん信じてもらえるかわかんない。なるほど。コミュ行くって言ってたよな。でも前回コミュには来てたかどうかってプッテ視点でわかる。いや、コミュには来てないです。どこで引いたっけ、あのメインホールって言った、エンジン真ん中で僕が、上上がったんですよ。上上がった時に光ったんですよ。で光ってえっと思って一回上の方まで戻ったんだけど、死体がなくて戻って下引き返していったらエンジン真ん中に死体が転がってたから、ガミさんが僕のこと切ってます。これなんかガミさん、あ、どうぞ。切ってないと思う理由が1個だけあって、うん、ローラーしないとも切るんだったら意味わかる。プテハシが人外の時、プテハシを人外だと思って切りに行く場合って、魚人外だと、そ、もう前段階から思ってるのに藤宮までローラーかけてるっていう矛盾があんまりしっくりこない、うんうん、要はどっちか人外がわかんないからローラーしてるから、プテハシのことも人外かどうかすらもわからない。ガミがなんでプテハシ切んのって。ああ、いや、それはわからないけども、から出てきたとか、そういうのじゃないか。ガミさんはエンジン左から、僕のことは後ろから後はつけてました。おお。なので
まあそういう意思があったと思います、神さんは。でも釣らないとやばい。いやまあ釣らす、うん、どうしようね。いやなんかさ、ガミさん、あ、はいはい、ガミさんってなんかもう釣り進行で行くっていう話をしてたから、うん、ゴミさんも待機してで今停電になったから単純にボタンの方に向かってただけで切る動機がまでないなと思って。ないと思う俺も。藤宮はローラーかける人間がなんでプテハシキって思った。エサマットで置くな、七子さんだけどな。手釣りも。あの後ろについてきてたのはガミさん間違いなかったから、エンジンぐらいのところでインポスターの可能性も全然あるな。ゴミサブの中にはいなかったはずです、エンジンで見たんで。で停電になっちゃったんで分かんなかったけども、え、釣りますこれ。これはもう投票しちゃったってように、じゃあ配置して、分かりませんけど、そうか、誰か落ちてください。ヘガマットだった場合でも7個ネロちゃんはできないな。右に置いてる。そう、梅剣か俺しか、うん、あ、そうなの。右行きますね。人はないよー、マジ。神さん終わりそう。ナイスファイト。え、でもガミさん僕のこと切ろうと思ってたよね。切ろうとは思ってました。なんでこの人左にいるんだろうと思って。いやだからやばいと思って切ったんですけど。脇で負けましたね。いやあの。いや魚さんから釣ってくれたのがめちゃくちゃでかかった。高田さんって最後僕のこと見えてました？全然見えてない。俺の視線。あ、いたんだ近くに。あ、エンジンに行ったってこと。そうそうそう、エンジンのあの。上から下に戻ってくる高田さんを、あ、プテハシを見てくれてたらワンチャルなと思って。あ、全然見えた。あれ、二人とも同じ。あれ、マット誰だった？私、私。これ、積むぞ。積むぞ。積むぞ。結構、先般ですよ、二人は。わかんねえ。あ、いいね。じゃあ、いきますかね。季節外れすぎる。お願いします。季節外れ。ちゃんとさ、マットだったのか。あったら、まあ、俺から釣られてても、一応大丈夫だったかな。